礼します。ネルケさんいますか？こんにちは、リリーさん。何かご用でしょうか？突然なんですけど、この間言ってた勉強会を今からやろうと思うんです。それでできたらここでネルケさんも一緒にやりたいんですけど、今からでも大丈夫ですか？今からですか？しかもここで？また急に決まりましたね。すみません、本当はこんなつもりじゃなかったんですけど、やっとメンバーが決まったから、どんな話をするか相談してたら盛り上がってきちゃって、勢いでもうこのままやろって流れになっちゃったんです。皆さんすごい熱の入りようですね。わかりました、この仕事が終わったらすぐに準備します。ありがとうございます。それじゃまた後で。皆さんお集まりいただきありがとうございます。それでは第1回錬金術勉強会を開催します。今回のテーマはプニについてです。プニですか？どうしてまたそんなテーマに？私はもっとクラブとか賢者の石とか調合品のお話をするかと思っていたんですけど。最初は私たちもそのつもりだったんですけど、その前にまず基本の材料の話をしようってことになったんです。それにプニといってもみんなのいた世界によって全然違うみたいなんですよ。そうなんですか？あんまり想像がつきませんけど。ここのプニって私のところにいたのとは見た目から全然違うんです。あんなにまん丸なプニは見たことないんです。今まで見たプニはみんな細長かったんですから。あ、こっちには喋るプニもいたよ。プニが喋るんですか？あのネクラ男のアトリエにいたみたいだけど、詳しくは分かんないな。ねえ、結構違うもんでしょ。ええ、てっきり呼び方だとか色の種類が違うぐらいだって思ってました。取れる素材も変わったりするそうなんです。まずはそのあたりから順番に話していきましょうか。でも素材って言っても基本はプニプニ玉でしょ。他に何かあるの？体液なんかもあるじゃない。いろんな調合品の材料に使えるよ。へえ、ソフィーさんってばそんなものまで調合に使うの？そうは言うけど便利なんだよ。それにプニだと手に入りやすいから誰でも使えるしね。取れる素材だけでもこれだけ議論できるなんて、プニも奥が深いんですね。これは思った以上に勉強になりそうで。